はい、こんにちは、小林憲法連盟の井上です。毎回、この、対談権利探求をご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて、今回ですね、公益社団法人日本空手協会総本部師範のですね、中達也先生にお越しいただいております。中先生とのご縁はですね、中先生が我々連盟の本部に訪問され、そして空手少林寺拳法ということで交流をしまして、その交流というのはですね、我々少林寺拳法においても初めてのことなんですね。他の武道団体の皆さんとの交流というのは、でそのまあ2日間にわたってその交流をしたんですが、その模様がもう皆さん手に取ってもう見られているかと思うんですが、こちらの DVD に収められています。ぜひ、まあ、見られてない方はご覧いただきたいと思います。それで私がですね、2日間、中先生と交流をしてですね、感じたことは、中先生は本当にですね、しっかりとこう自信を持たれていると。でもその自信はですね、おごり高ぶるということはまずないですね。謙虚さがあるということです。自信と謙虚、これが調和されている持ち主と、そういうふうに私自身は感じ取りました。これはですね、空手、この武道、これを通じて培ってきたものだと本当に私自身は感じました。この自信とそして謙虚さ、ここに私は本当の強さを感じ取ることができました。そういうことで今回ですね、中先生にはこの武道をいろんな角度から、お伺いし、そしてお互いに対談し、そして武道はこの語り合うことで深めていきたいなと、そういうふうに思っております。それではですね、これから中達也先生にご登場いただきます。先生、よろしくお願いします。今日ありがとうございます。よろしくよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。それではどうぞ。はい、ありがとうございます。先生、よろしくお願いします。お願いします。すいません、お忙しい中お越しいただきまして、ね、先ほど私ご紹介させていただいたように、今回ちょっと武道というので、はい、いろいろと中先生にもこうお伺いしながら、進めていきたいなと、はい、そういうふうに思っています。ね、まず中先生と の、まあ、お付き合いは結構長くはさせていただいているんですが、はい、まあ、例えばなぜ空手始められたんですかとか、そういうあたりの話は聞いてないんで、はい、多分皆さんも知りたいんじゃないかなと思うんで、その空手の始められたきっかけや動機や、はい、このあたりちょっとお聞きたいなと。ちょっと長くなっちゃうんですか。ああ、どうぞ。全然ですね、今思い出せばですね、なぜかうちの母からですね、はい、剣道やったらどうかとか、剣道やると姿勢が良くなるし、まあ、背が伸びてかっこよくなるよとか、あるいはですね、僕文京区の小石川で生まれたんですけども、はい、講道館が近いですね。で、小さい頃母から講道館が近いのは柔道やったらとかですね、いつも今思えば武道ばっかり勧められてたんですね。で、うちの父はずっと野球やってましたので、僕も小さい頃から野球をやってたんです。で、その武道のあんまり興味なかったんですね。でも、うちの弟がですね、まあ、母に勧められて最初に空手を始めまして、で、こう家に帰ってくるとこう肩をやったりするんですね。それ見てて、あ、ちょっと面白そうだなっていうのがきっかけだったんですね。で、その後ですね、ちょうどテレビで日本でやった空手の世界大会の模様をテレビでちょうどやってみました。で、試合でみんな日本の選手負けたんですね。で、僕はこう冗談半分、家族の前でみんなで見てたもんですから、よし、僕がやって強くなってあげるよ、ぐらいに冗談で言ったのがきっかけで、本当に空手始めてしまったんです。本当に単純な、もう本当にやりたいって言うじゃなかったんですけども、たまたま弟が始めてテレビで見て、まあ、それがきっかけですね。まあ、母から言われたのも あると思うんですが、なぜか武道ばっか勧められてましたね。いくつから私は中学校1年生、13歳です。はい、ちょうどよかったなと思いました。道場自分で探すのに、母の知り合いがいまして、そこに弟が通ってたもんですから、弟弟子になりまして、はい、でそれから高校でも行って、そうですね、大学と、もう中学校時代やはりその先生が良かったんですね。先生すごい可愛がっていただきまして、まあ、本当に空手がもう大好きで、寝ても覚めても空手、はあ、でちょうど高校、雑誌で見たんですけども、うん、
高校生のこう対談がありまして、でそこで目黒高校と高校が前年のチャンピオンだったと、優勝だったと、全国のそういうのを雑誌で読んでですね、どうせやるなら日本一のところでやりたいなと思って、すごいな、それで目黒高校の方に進学しまして、体で、はい、でもびっくりしました。やはり道場とは違いますし、あの中学校のクラブとは全く違うんですね。もう上下関係もものすごい厳しくてですねまあそうですよね。で大学も、そうですね、大学もその当時はやはり日本一でした、拓殖大学も、はい、どうせやるのはやっぱ強いところでやりたいと思います。すごいですよ、もう空手でずっとこう人生を、そうですね、まあ、気がついたらそうですね。なるほど。もっともっとと思いでやってきたんですけども、はい、それで先生、まあ、私がさっきご紹介の時に言って出会ったのが、まあ、いわゆるこのビデオのことで、はい、まあ、西監督、はい、まあ、以前出てもらったんですけど、ね、それがきっかけだったんですけども、はい、まず私が中先生を、まあ、知ったきっかけというのは、まあ、別の映画の、黒帯ということで、はい、ね、それの時にこんな俳優がいていいのかと思ったら、まあ、空手協会の総本部の批判ということを聞いて、はい、私ほっとしたような感じなんですけど、そうだろうということで、うん、でそれで、まあ、その黒帯からだと思うんですけども、なぜこう今こういろんな武道を回っているようになったのかなと思って。そうですね、これもきっかけというのは、まあ、遡ると、私は和道流の空手やってたんですね。それから拓大に入りまして、拓大は初等管理流、ちょっと流派が違うんですけども、でそこでやっぱり利合も違うんですね、実際の技も、うん、でそこで普通はどっちがいいとかなるんでしょうけども、私は両方が面白いなと思いまして、 なぜ同じ空手で同じ技で利合が違うのかな、はあ、でどちらも、まあ、理にかなってるし、まあ、ケースバイケースに使い分けられるな、なるほど、まあ、そういうのがきっかけで、まあ、それから私たち空手協会の研修生の時にですね、うん、月に1回レポート公表会ってあるんですね、うん、で月について書けとかですね、はあ、いろいろ、まあ、蹴りについていろいろあるんですけども、その時に私そのレポート書く時に、空手の他流派はもちろんなんですけども、もちろん少林寺拳法とかですねあと柔道だとか柔術だとか、うん、日本の、武術ですか、で現代武道も全て参考にさせてもらってですね、うん、その時からやはり、あ、いつかこう習ってみたいなと思ったんですね。あ、なるほど、はい、非常にそれが面白くてですね、それぞれの利合というか、そうですね、はい、必ずそれも本当全て理にかなってるという皆さん、ね、はい、通っているわけですね、はい、その当時からこう興味がありまして、うん、機会があればぜひいろんなところに行って学んでみたいなと思いました。それは素晴らしいですよね。でも、まあ、中先生のそのなんか、まあ、人柄というか、今言う私は本当に感じた自信と、そして謙虚さというのが、その調和されてるんで、はい、どこ行っても多分本当に受け入れてくれるようなすごいそんな感じであるんですよね本当に。普通ね、なんか武道やるとなんかこんな感じになるんですけどね、多分武道になるとまさしくこんな感じ。ただ本当単純になんか楽しいなっていうのが表出ちゃうんだけど、と思うんですよね。お邪魔した時も本当に楽しくてですね、はい、2日間あっという間でした。で、少林寺拳法は、はい、まあ、前々から興味があったということで、ありました。ありがとうございます。宋道真先生の本も何冊も読ませていただいてますし、うん、はい、まあ、今回かこっちの第1弾の時は、うちの荒井先生、まあ、第2弾もそうですけど、びっくりしました。ねえ、もうでも荒井先生がね、荒井常弘先生が言ってたのは、もう中先生も、すぐできちゃうねって言われたんで、本当少し緊張していったんですけども、道場に入った瞬間、なんですかね、緊張というか、本当に皆さん受け入れてくれたもんですから、なんですかね、他の道場にお邪魔したというよりも、いやー、どうもありがとうございますそう言っていただけると、あ、非常に嬉しかったです。ありがとうございます。で、それでまあ、いろいろ、それうちの少林寺拳法もそうなんですが、今のまあ利合いうこともそうなんですけども、はい、いろんなこう武道や、まあ、格闘技もそうですけど、回られた時で、まあ、共通して先生が感じ取られることっていうのは何かございますか。はい、先ほど先生が言われたことですね。私も、はい、各先生やはり今までのこう鍛錬ですね、うん、鍛錬からこう出てくる、うん、なんですかね、威厳、それで優しさで包容力、全てここ兼ね備えたような先生方が、全員そうでしたね。ああ、
はい、なるほど。もうお会いした瞬間に、なんていうんですかね、もうこっちはもう構えない、構えなくていい意味なんですね。はい、全てこう、溶けちゃうような、なるほど、はい、懐にいつの間にか入ってるような感じをいつも、はい、でもこれ、あれですよね、やっぱりあの、その、周りの、周りか行かれたところの先生がやっぱりトップの先生方であるということで、はい、先生もトップの先生方である、これが、まあ、例えばあの大学時代、昔の大学時代のお互いの武道をピリピリ、ピリピリしてますもう修行がまだまだっていう段階ですけど ね、 はい、ね、そうですね。でもあの、本当に私もそこはすごく思うんですけども、この武道、はい、共通していることっていうのは今あの、まあ、中学校にもあの今体育授業で、はい、もうあの、まあ、10年ぐらいなんですかね、あの、そうですね、24年からですね、そうですね、なってますよね、はい、でこれがやっぱりあのなあのスポーツ庁でそれをこう取り上げていただいてるっていうことで、これって武道がやはり人間教育、やっぱりあのやっぱり礼儀作法だとか、これにやっぱり適してるっていうようなところだと、まあ、思うんですけども、はい、先生、このあたりのことで、やはりあの武道の今言う共通なところ、もちろん、はい、あの空手は空手の、あのさらにいいところとかあると思うんですけども、あのやはり中学校の授業、はい、ね、またね、あのこの間日本武道館の、吉川事務局長に聞いた時によると、やっぱり小学校の方にも広げていくような、うん、あの意向もあるという、はい、子どもの頃から、まあ、道場ではね、あの小学生でやってるっていうことももちろんあるんですけども、でもあの学校教育でやっていくということで、はい、このあたりで永先生があの、まあ、武道に求められるということは一体何だろうかとか、うん、あるいは武道として空手としてこういうところをやっぱりあの伝えていくことが大事なんじゃないかというようなところですね、うん、はい、お願いしていきたいと思います。そうですね、私もあの年に、2校ですね、中国2校は、はい、教えに行ってるんですけども、やはり何ですかね、もともと持った質によって、まあ、運動能力の高い子もいれば、うん、まあ、気の強い子もいれば優しい子もそれぞれいるじゃないですか、うん、だからその中で武道をどうやって役立ててもいいのかなと、うん、ですけどまず何ていうんですかね、まあ、礼儀作法にしてもただ礼をするんじゃなくて、その何のために礼をするんだとか、で礼をすることによって、まあ、呼吸と動作を一致させる子ってことによって体ってこんな強くなるんだよっていろんな実験するとですね、あ、みんなうわーっと変わるんですね。そうですね、なんか先生必ず、ね、はい、必ず変化することを されますから、そう、みんなが変わるもんですか、さっき言った資質が違う、運動があんまり得意じゃない子でも一瞬で変わるわけじゃないですか、あ、そうするとみんなうわー、なんでですかこれはと、もう実際目の前でそうなるから、そう、先生自分が実験して、あ、僕そんなできないはずなのになんでこんなできちゃったんだろうという、なるほど、そう、やっぱそうやって心の変化ですかね、はあ、そうすると自然にこうこちら向いてくれますし、求めてるものも向こうがどんどんこう勝手に 深めててくれるみたい な、 なるほど、そこは注意しますね。なるほど、ただのこう技だとか動きだけですと、やっぱ得意な子不得意な子が出てきますので、ね、全体がそうですね、みんなもわなんでそうですよね、はい、でまた中先生全員ができちゃいますからそうされるといやですから、あの礼一つとってもやっぱ日本の文化って素晴らしいなと私が思うぐらいですからみんなもそうですね。ですから永先生があの指導されているので、あの何とかね見た時、まあ、武道をやってるやってない方含めて、はい、あの急に変わるんですよ ね、 そ、 うですね、その姿勢によって、はい、ガッツポーズするとダメになる、はい、そうですね、姿勢やると、それやるとあれですよね、あの中学校の生徒たちもわーっとなります、ね、わーっとなると本気でちゃんとこ う、 そうですやりますよね、姿勢が。あと地方の中学校にいますね、2校ぐらい僕は公園に行ったことがあるんですけども、はいはい、でまあ、2時間ぐらいあって、まず1時間ぐらい喋って、その後1時間ぐらい実験するんですね、実際に、うん、そうするともう先生たちもえなんでってなるわけですよねそう、みんながこう一体感ができまして、え、武道って何なのってそこからまた始まりますので、なるほど、はあ、それはそう、あ、素晴らしいですね、まあ、体で変わるってすごく面白いと思うんですよ、そうですね、心からが入るか、うん、体から入るかって両方のアプローチがあると思うんですけども、なるほど、はあ、で実はまあ、うちはですね、連盟本部が中心になって、まあ、中学校 の、 あの指導する、そのなんていうか指導者を、まあ、また講習する委員会みたいな、はい、専門委員会みたいなのがあって、まあ、ここが中心にはなっておるんですけども、はい、まあ東京のこの事務所ではですね、うちの職員が、はい、年に1回、まあ、1校なんだけど集中講義みたいな感じで約2ヶ月間、2ヶ月ですか、はい、やるんですよね、週2回ですかね、はい、
1年生と2年生、1年生か、1年生をまあ何クラスかあるんでって、こう2ヶ月を集中講義みたいな感じで中学校やるんですけど、はい、それで私も一緒に手伝い行ったことあるんですけども、もう何年なんか5年、5年ぐらいになるんです、はい、結構な期間なんですけども、そこで私、まあ、指導している職員、そしてあの1クラス30人ぐらいいて、はい、それが2クラスか3つかあるんですよね、順番でやっていくんですけども。でまあ、こうやるんですね、やってその後必ず、まあ、彼は講義をするんですね、はい、ちゃんと講義をしてって言って、うーんって一番最初、まあ、難しいだろうね、あの中学生においては講義もっていう感じで聞いてる。でもこれ毎回彼が最後アンケート取るんですよ、はい、アンケート取ったらですね、技術のことは、まあ、書くことは書いてるんです。まあついたり消えたり楽しかっただとか、うん、あのすごくあの楽しくできたとか書くことは書くんですけども、必ず共通しているのはうちの教えを書いてるんですね。例えば練習、2人で組んで練習してて、すごく相手に対する思いやり、うんうんね、相手と共に、まあ、痛さも感じるじゃないですか。あ、そうですね、その痛みを分かち合うことの大切さだとか、はあうんまあ、先生が言われて礼儀の大切さだとか、はあ、必ずそういう言葉があるんです。それすごいですね、うん、やっぱり彼がですね、そういうふうなことをですね、あのうちで言えば例えば自他享楽って言ったらね、はいはい、あの言葉あるんですけど、あれは自己確実である、はい、それで言うと難しいと思うんです。でも、うん、人のこと考えようねっていうのはもう世間一般で言ってるんで、そういうことを大事にしながら、はい、2人が一組となって相手のことを思いやっていくようなことを彼自身がそういう教えていくんですよ。そういうことで上達するんだよ、お互いですね。そうです、お互い上達するんですよ、はいはい、そうしたら中学生それが分かるんですね、うん、あ、ね、なんかあの、まあ、例えば相手がこういうふうにしてくれたから私はできたんだとか、はあ、素晴らしいですね。ちょうどそこはね、あの音楽の付属の中学校なんで、女性がほとんどで、男性が、はい、まあ、例えば1クラス30人いたら男性が5、6人いるかどうか。あ、そうなんですか、はい、それで女性が結構、ね、で男性は男性しっかり頑張るんですけども、私それをですね、あの、まあ、毎回最後のアンケート見るんですよって、この変化すごいですねと思って、おすごいねって言って、うん、でやっぱり中学校での教育というのはそこだと思うんですよ、はいはい、言われてるところだと全く、はい、もう本当に先生やっぱり礼儀と、あとなんていうか急に変わる変化と、そうですね、こういうのが大事だと思うんですね。あの文化に触れるって急に言われてもわからないですよね。わかんないんですよ。で反対に、え、これ何なのってなってから、これが文化、我々の文化なんだよっていう。そうなんですよね、はあ、最後に言葉なんですね、はい、そういうことですね、それでやっとこう実感してくれるんじゃないですかね、いやでもそれ素晴らしいですね、嬉しいですね、嬉しいですよね、すそういうところで、はあ、だから私あの最近はまあそれが9月、10月、ね、10月の下旬にそのアンケートを取るんで、試験もちゃんとやってやるんですけど、アンケートを取るんで、じゃあアンケート見せてくれって言って、そのアンケート見るの楽しみですね、はあ、なんで勝手にガーッと見て、おまたお前かかれすごいねって言って、はあ、だから一つでもいいから、その自分が思った言葉を、あの、なんていうか、あの、自分自身が秘めておくっていうのはすごく大事なことなので、はい、もうすごく。それ、学校の先生は何て言われてますか？学校の先生は、やはりその変化に、変化に、多分あの、その変化っていうものが、あの、なんていうか、嬉しくなってるんじゃないですか。というのは、毎回ですか、小児事件簿。毎回ね、あの、こちらに来て、来年もお願いします、来年もお願いしますということで。で、身近に接してる先生が一番分かるはずですね。はい。で、その今、あの先生が、この2、3年前、若い先生いたら、これが若い先生変わって、はい、女性の先生、すごい熱心なんです、その人が。はあ、ま、すごね、覚えも早いんですね。あれは、まあ、そろそろあなたがしたらいいんじゃないのっていうことを。ぐらいのレベルですか、もう。あ、素晴らしい。本当にすぐ覚えてますから。ああ素晴らしいなと思って、やっぱり心がそっちこっち向いてる、ね、向いてますよね、すごくいいなと思ってですね。それでまあ先生ちょっとあの話題変わるんですけども、はい、私あの中先生にお会いして、まあ、いろいろとこうあのお話も聞きつつですね、あの、まあ、いろんな興味を持って、その中の一つが先生ほらあの実践の先生な、要は型の先生よりもあの試合を中心にするね、はい、私はでだったんですよね。私あの若い頃の YouTube 違って見たら、かすいことをしてるいうぐらい、ね、すごい気合い入った試合されてるんで、でこれそれであの試合からね、はい、でなぜ型の方に行って、で型で終わるんじゃなくて、またそれを実践の方に持ってきて、はい、このサイクルがちゃんとできてるのを私は思うんですけど、なんで型の方でっていう、うん、でもう一つは若い頃はそんなに型には興味全くなかったですね。
ですからこれ本当今僕すごく面白いと思ってるんですよ、ね、はい、あのよく若い時にやはり強くなりたいじゃないですか、はい、で実際のその強さとは全くこう関連がわからない方は興味なかったんですね、はい、で昔やはり雑誌とか読んでもう偉い先生方はやはりみんな型だって言うじゃないですか、はい、礼儀だとか型だとか何言ってんだぐらい思ってたわけですよ若い時は。やはりそれ多分もう年取ってできないから言ってんだろうぐらい思ってたんですけどもいや実際自分がこの年になってみてやはり強さをこう求めてきてやってたんですけども、何ですかやっぱ体が要求してきたというか自然にやはり道というものが導いてくれたのか、途中で待てよと35を過ぎてからですね、このままやっても多分すぐ限界が来るんじゃないかなと。で東大元暮らしで型はやってたんですけど、まあ、そこにちゃんと心が入ってなかったわけですね。なんとでちょっと真面目に型やってみようってやりだしたらやはりあれと今までやってきたの全部ここに入ってるじゃないかと。ただそれをこう応用変化しただけでやってただけでここにちゃんとしたものがあったと。なるほど。で今まではそのなんですかねこうがむしゃらにやってて力任せにやってたものが型によって体の使い方だとか力の抜き方だとかこう心の平静だとか、まあ、なんでここに答えがあるのかもしれないってまだわからないんですけども、それから型にこう集中するようになりましたね。そうすると反対に若い時よりも僕まだ早くなってる気もしますし、なるほど、技がですね、なるほど、力の出方も今スムーズですし、なるほど、まだまだこう成長できるっていう、だから何ですかこれが文化なのかという、なるほど、はい、どんどんこう型によって成長していくということですね、はい、まあ、自分の伸びしろがまだ分かるという、まだいけるんじゃないかなと。まあそこを最初言われた利害というか利があるということですね、はい、なるほど。いやもうそのあたりになると、まあ、私も本当にあのうちにも型はもちろんあるんですけども、はい、あのまあ、試験のためにね私もそうでした試験のために今かしこめて覚えてそんなこと言ったらちょっと先生方に怒られたいやそうなんです。でも型にそこはすごく大事なことが含まれてるんですね。でも型やって強くなれると思わないですよ本当ですよそう。でも日本の文化ってやはり型文化って言われるじゃないですか。それ海外に行くと皆さんすごく型を勉強したがるんですね。若い時は何でなんだろうと思ってましたけども、やはりもうないものに惹かれるというか、うん、彼らまあ、今でもまあこれから海外もまだご指導始まるというのを聞いているんですけども、はい、海外の方々が、まあ、ちょっと話が求められているっていうのは、はい、やっぱりあの空手で求められている方っていうのがすごく、そうですね、私が行きましてあのやはり若い時行ってる時は組手ばっかり教えてたんですけど、基本と組手ばっかりだったんですけども、でも見てると違うなと。そう彼らが求めてるものはそうスポーツ的なものじゃなくて、強いとか弱いとか勝ち負けとかじゃなくて、もっと精神的なものだとか、あるいはその彼らにない型とは何かって、それを突き詰めてみたいっていうのもすごく強く感じたんですよね。なるほど、はい、ですから、まあ、日本の場合どうしても学校教育、学校のクラブ活動が中心になってますんで、うん、まあ、いろんなスポーツですね、うん、まあ、体も含めてどうしても対外試合っていうのがあるじゃないですか。そうですね、はい、まあ、それで終わってしまったら現役終わったら引退だとか、うん、でせっかくのこの道なんですけどもやらない人が多いんですけど、なるほど、海外では反対ですね、うん、もうスポーツとしてじゃなくてその精神的なものとか型とか何かっていうものところに、まあ、意識がいってるもんですから、皆さん長く続けるというか、まあ、長く探求するというかですね。なるほど、はい、そうですね、あの、そうなんです、海外の人っていうのはで特にあの、先生が、まあ、YouTube とか DVD でこう拝見させていただいてると、そのあの我々だったらですね、このもちろん言葉のこの垣根があって、はい、なかなか伝えられない、まあ、はい、あのね、もちろんけあのうちで少林寺拳法やってる人があの通訳になると、まあ、それなりに伝えるんです。でも思いが本当に伝えられるかどうかちょっとわからない、はい、そういう、まあ、言葉のこう垣根があるんですけども、ただ私あの、先ほど話した、ね、先生 の, あの指導を見られてると見てるとですね、あのなんだろう、本人が変化するじゃないですか、はい、やっぱりすぐこれあれはすっごく言葉がない、うん、あの、はい、なんていうか文化というのか、言葉のない中での
本当の私は武道の通じ合うものだなと思って、正直私にはですね、あのこうで私がコッと変わるのはできてもですね、なかなかそういう変化が難しいなので言葉の垣根っていうかですね、はい、ところが先生は実際にさせ やられちゃうんで、そうするとおあのびっくりしてるじゃないですか、おおとか言ってみんな目がパッと変わりますね、わっと来ますので、あ変わったって思いますでも私お邪魔した時に重法なんか全くできない私だったんですけども、本当は誘導法っていうんですか、ね、誘導法、そうですね、あれこそそれだと思うんですけど、いやもうあそうですね、びっくりしましたあれは、はい、うちのね、若い方の荒井氏のそこもう少しそうですね、あの導きによってそうですね、あれは我々若い頃コンピューターグラフィックスが できたというか本がありましたね、はい、その頃に、当時 の東京大学ですかね の教授の方にといろいろ教わりながら CG を取って、結構なですねいろんなのつけて、私が荒井先生の相手してって、でその時に荒井先生というのはそれができた時にゴールというものを、あるじゃない、利益ですね、それは目で見えるようになったけど、言葉じゃなくて、はい、こうなったら崩れ、こうなったら崩れ、こうなったら倒れていくんだけど、はい、それを目に見える形にして、それに解説もつけて言語化してるんですね、はい、でゴールがあるんだから、ゴールを知ってるものが導いたらいいっていうようなことで、うんうんうん、それで誘導法要もできてですね、今まではねそれがお互い教え合えって言いながら教えてないんですよね、今感覚だったんですかね、そうです、感覚だったんですよね、あれこそ本当にお互いに、うん、お互いをこう教えてお互いこう成長していくっていう、そうなんですよね、本当に少林寺拳法のそのままだなという、いやもうそこをちょっと知っていただけると本当に、はい、お互いに楽しみながら向上していくっていう、ね、素晴らしいんですね、はい、ですから相手も素直になって聞く、はい、そうですね、だってね相手は上達したいわけなんで、はい、じゃあ僕俺はこれだってかかりにくい、こうやってもらった方がいいって誘導して、うん、ほんで実際にやるとこうかかっていくとか、ね、はい、あの誘導方位のはある画期的だったんですよね、いや論より証拠ですよ、そうなんですね、はい、うん、それをおかしいなってこっち教えないですよ、誰も教えないって言ったら第三者の指導者が教えたりとかするって、それも大事なんですけども、そうですね、あの誘導法が本当にできるようになって、みんなができるようになったら、今言う指導される先生、かける相手当事者ですね、で第二者の私って言ったら三者が、そうですね、そう、言葉がなくても引っかかっているとか分かっていくよ、先生が多分見てる先生がもう少しこうって言って、うん、彼がこうかけたらこっちはそこそこってなるわけです、3人がいっぺんに分かるわけです、そうですね、あれがやっぱり武道のいい、私いいところだと思う、あれが分かり合うとか愛することを感じ取れるっていうか、あれが私は日常の中でのすごい大事な教えなんじゃないかなと思うんですよ、ね、私も本当初めてお邪魔して失礼だったんですけども、ずっとこう笑顔になっちゃうんですよ笑いっぱなしでも笑顔しか出てこないような、自分がで分かんなかったこととか不思議なことだとか知らないことをこう学ぶ喜びですかね、いやいや本当にびっくりしました、いやもうでも中先生本当に早かったんで、いやいやもう誘導法です、いやいやうちの荒井商事、荒井商事の職員がパターンって倒されて、本人がびっくりしたんですよ、第2弾ではうちの志村職人、はい、志村職人の方がやられて、おおおおって言って、先生方あれをずっと研究されてるわけですね、まあ、そうですね、ずっと大体CG ができたのは本当は我々20代のどうですか、私東京に来て、まあ、後半だったんですかね、そこからずっとやってきて、ね、はい、こう自分のこう技量を高めていくって稽古なら、誰でもやってると思うんですけど、うん、そこをこう研究してみんなを高めていける方法を探そうっていうのが素晴らしいですね、そしたら途中でこうやめちゃう子も減ってくるじゃないですか、うん、そうですね、あれが一番悲しいですから、そうですね、はい、それで私若い頃ですね、30代でまだずっとこうやってた頃に、先生言われる通りですね、古谷荒井恒弘先生っていったら、私だいぶ今上でもう大先生ですね、あ、30前後投げられてて、それでも先生が引っかかることがあるんですよ、かからないとか、当然だから自分らやられててもいろんな技かけられてとか映像を撮ってて、あの時やっぱり この先生って、見られてて先生知ってたんですけど、すごいなと思ったのは、井上君今引っかかったんだけど何かおかしいとこないって聞いたんですよ、大先輩がですね、私にあの当時ですから本当ですね、私に聞くんですよね、
で私も引っかかりもその当時分かるんで、はい、いや、すみません先生、ちょっとこの部分がこうなってこうやってもらったらいいって、あ、そうって言ったら、はあ、で、あれ先生すぐ、まあ、もちろんできちゃうんで、はあ、そう、だからあれ、あの、まあ本当に先生と感じる同じように、あの先生のその謙虚さっていうか、だから未だに成長するんだなと思うんですよね。常にこう成長している先生だと私もやっぱり目標の一人なんですね。いや、素晴らしかったですもん。本当にね、あれ先生すごいな。中瀬先生同じことを私は感じておりますので、まあ、スポーツの世界はどうかわかんない、書道の世界なら必ず言われるのが秋波にということで、はい、でこの辺りはもちろんのこと、武道なんで、あの空手の方も秋波にあると思いますし、我々もまあ、共犯だとか、あの我々の特本いうものには秋波というものを持っているんですけれども、はい、まあ、それは、あ、まあ、ちょっと失礼ながら本であれば形式的にバッとこう書かれてあることが あるんですけれども、はい、先生この秋波というものをこうどういうふうに捉えているのかなと思ってですね、はい、まあ、秋波、まあ、いつも言われている言葉があると思うんですけど、はいはい、それよりもちょっと私の感覚としてですね、鋳型の型からこの三千の型の方に、はい、はい、入るイメージなんですね。ぜひ聞きたかったやはり空手の型ってありまして、これは鋳型の型ですよね、うん、ですからもう全て、型通りにしなきゃいけないと、うん、非常に窮屈なんですね、うん、でもそこにやっぱり自分をこうどん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 叩き込んでくると、うん、もう何年も何年もにわたってその修練の中で型に入れて、叩き込んでいくと、そこから突き出たものですね、飛び抜けたもの、溢れてたものがこの三髄の形になると、で我々の、教えではやはりその鋳型の型に修練を重ねることによって自分の血を加えなさいと、なんといいですね、そういうこの血ってブラッドでもあるし血の血でもあると思うんですね。そうすることによってその外見は変わらないですけども自分の個性的なこの形になっていく、でこの形はあくまでもこの鋳型の型の理想的な姿になっている、なるほど、でまたそこにすぐ戻れるわけですね、なるほど、はい、ですからその理の場理のところがこう自分独自の型にもなっていると、はい、でも今言われるように、まあ、死にもスッと戻っていく、そうですね、で教えるときはやっぱここを教えるっていう、ああここを教えてもわからないですか、ね、そうですね、はい、最初からここを教えちゃってもいいですね、ですからこれまた循環できるような、でも先生その形の方はもちろんことここの鋳型の中での空手のこともあれば、はい、でもやはり先生はいろんなところで謙虚にこう吸収されているんで、はい、いろんな何て言うか武道の血が入ってると思います、入ってると思いますね、入ってると思います、すごいです、ありがたいことで、はい、どん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 こう広がっていくような、そうですね、だから空手だけだったら気づかなかったこともいっぱい気づけましたし、もしかしたら型の中にそれは入ってたのかなと、なるほど、ただ自分が気づかなかっただけであってですね、なるほど、はい、まあ、結構なんていうかよその世界というか他の世界を見て自分の世界が分かっていく、そうですね、結構ありますからね、はい、はあ、そう余計にこう広がりますね、うん、はあ、だから先ほど言いましたもう鋳型の型を通してこう、うん、無限の創造だとか、うん、自由だとかですね、なるほど、はい、それが秋波の理になると思うんですが、なるほど、はあ、秋波理って、そうで我々もやっぱり先生がこう言われるように、我々のところはの型普通にやる2人でやる形ですね、はい、その技のところ方形で、はい、方と、まあ、これはもう普通の形、先生が言う最後のこの理に存在する形なんですけども、はい、でも私はそこはやっぱりやっぱり中先生とお会いして自分なりにこう勉強もあって、これは方形というのは開祖が作られたんで、うちの創道師に開祖が作られたんで、開祖、はい、そのものはもうこの変化ある形、人形の廟の形なんで、それを開祖はそのまま方形と持ってこられたんですけど、うん、でも私自身はこれは本当に変化できる千変万化のところのことの理想を言っているんだと、開祖は、うん、だから私は一応ですね、まあ、こんなことを書いたら試験では正直見分して落ちるんですけど方形のですねこうですね鋳型のそのこの型を筒編の型を書いて、これは守らなきゃいけない型なんだと、で先生が言われるように血肉をここにこう入れていると、はい、ところがそれをどん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 稽古していろんなことをこう分かってきたら方形の開祖のいわゆる方形の形になるんだというような、
はい、本当にそういうふうにですね、はい、本当に捉えるようになったですね、はいはい、ほんでやっぱりこっち戻ってくるんですよ、封建って、はいはい、本当にこの大事さにですね、ですから本当先人というのはすごいですね、すごいですよね、本当にやればやるほど、なんとそれびっくりするのと感謝の心と出てきますね、そうですね、はい、すごいですね、とても自分じゃ考えられないなと思いますね。先生、今度まだちょっと話題が変わってあれなんですけども、はい、それずっとこう試合をこうされてきた時代があって、はい、今言う方のことが、はい、でこの試合の時 の例えばよく武道で言われる平常心っていう心の問題ですね、はい、まあ、まさしく心技体と言われるんですけども、であるいはまたなんていうか修行そのものをやっていくことによって自分自身をコントロールできる力だ、まあ、制御できる力だとか、はい、そういうふうに、まあ先生はまずですね、試合されるその前のこの心のコントロールをどのようにこうされてきたのかと、多分試合の場に立った瞬間は多分みんな消えると思うんです、はい、それまでいろんなこう誰とどうなのかとか、はい、それがいろんなことあると思うんですけども、はい、多分今日これ見られている方はそういうに修行されている、でもまさしく今大学生高校生で、はい、空手をやってそれに向けている選手だといると思うので、はい、ちょっと今度はですねこういうですね先生若い頃にちょっと戻ったようなつもり、うん、はい、はい、やはり勝負事ですから相手に対する恐怖心もありますし、うん、あるいは負けることに対する恐怖心だとか、うん、いろんな恐怖心があると思うんですよ、うん、でもその恐怖心を克服するためにはもう稽古しかないと思うんですよね、なるほど、もう努力しかないと、ないと思うんですね、うん、で我々の教えにこう努力の精神を養いなさいと、うん、努力の精神を養うことってあるんですけども、これ努力って例えば試験があってペーパーテストの試験があって、うん、その前の日に一夜漬けとかできるじゃないですか、うん、そういう努力は誰でもすると思うんですよ、それに向かってるんですね、はいはい、じゃなくてその一時的な努力じゃなくて普段からこう努力する心を作りなさいって教えなんですね、努力しなさいとは言ってないんですよ、なるほど、だからコツコツコツ努力する心を養わないと、ですから私もそのやっぱりやはりその恐怖心、心、うん、その自信しかないと、うん、で自信をつけるためにはやはりその日々の努力、努力稽古だなっていうのをつくづく感じましたね、うんうん、ということはこうやっぱり試合に向けて試合になってくるってなったらこれだけまあ自分に問いかけなんでしょうね、自分はこれだけのことをやってきたんだからそれをいかに今日は出すかということが、そうですね、それしかないと思いますね、平常心平常心って言葉で言っても平常心になれませんし、そうなんですね、やるだけやってやっぱ自分に問いかけるしかないと思うんですよね、でもそれでもなかなかうまくいったことはありませんでしたけど、今総本部の、師範としてされて、はい、まあ、試合前のね、お弟子さんとかがいっぱいこう来られると思うんですけども、はい、特にどういうことをこう心構えとしてされますか。私のこう拙い経験からなんですけども、やっぱり普段通りってことを言いますね、うん、僕も若い時にすっごく調子いい時がありまして、で今年はまた絶対に優勝だと、で1年間ずっとそれに向けてものすごい稽古も積んできたんですね、でもちろん自信もありましたし、よし絶対優勝するんだと、そしたらですね、その年1回戦で負けたんです、もう空手始めて1回戦で負けたこと1回もなかったへえ1回戦で負けまして、でもそれはショックだったですね、でこれだけ努力してきてこれだけもう人ができないぐらい努力してつもりだったんですけども、で次の年考えました、はい、普段通りに行こうと思いまして、まあ、もちろん稽古は稽古でするんですけども、まあ、絶対優勝しようとか俺はこの時やってきたんだとか、もうそんなの考えずにですね、普段通りにしようと思ってですね、ですからその時も決勝戦前もうアップしないで横になってたんですね、ソファーの中でこう、はあ、生徒が来て「先生もう時間ですよ」って「分かった分かった、アップしないですか、うんもういいや」って感じで何もこう考えずに行ったら優勝できたんですけども、はあ、まあ、その時の体験がありますので、まあ、あんまりこう考えすぎるなと、まあ、特別なことはしないで普通通りにした方がいいんじゃないかというアドバイスはさせてもらってます、まあ、それがいいかどうか分かります、それぞれの人によって違うと思いますので、はい、でもその優勝するとか1位取るかということをですね、意気込み持つと
自分の欠点出てくるんですね。いや本当だ。いやそれはちょっと思いますね。私自身はそれは私も経験上そのそういうのはやっぱりありますね。ですね。やっぱり心がとらわれちゃうんですね。そうですね。こうそうなんですね。でやはりそれでその後ですけど、こう剣術の江戸時代に書かれた文献なんか読むとやはり常の心でって書いてありますよね。うんうん、その頃は分からなかったですけど。それが平常心ということなんですね。本当に。ね、常の心というのが、はあ、そうですね。でもどうしてもやっぱり試合というのは結果出したいものですし、そうですね、はあ、やっぱりとらわれちゃいますね、うん、それ自体が、まあ、修行なんだなって今思うんですけども、うんうん、いやまさにあの私は学生を大学生指導する機会がすごく多いんですけども、はい、まあ、私が、まあ、彼らに言うこととあるいはよく思うことはあの、まあ、大会で賞を目指すっていうのはそれがあの必要なことでって、はい、それはモチベーション上がりますからね。でもその、まあ、例えばうちはあの大会も小児憲法の修行はもちろんのことで人生に生かしていく自分自身を高めていくことはもちろん大事なんでということが必ずそれはもちろん言うんですけども、はい、まあ、それが教えなん で大会そのものは、まあ、まあ上を目指すんだったらモチベーション上がるんでしっかり頑張ると。ただ優勝したい人や準優勝したい人その人たちが何か言ったら人生に生かされるということを決定づけて書いたらそうじゃないと、うん、大事なのは先生が今言われておいて一生懸命頑張ってきたこの普段それに努力してきたこの過程が大事なんだろうな、はい、そしたら例えばここに100人いたら100人ともそのやってきた努力は生かそうと思って生かせると。ところが勝っただけだとかいうだけの人だったっていうことにもうなったんだったらそれは例えば1人2人でやれば他90数名が全然あの人生に生かせないことになるんだよと、うん、それじゃなくてここは目指すっていうのがあるだけであって普段の修行というのがこれが自分を生かしていくことなんだよということをよく私は言うのと自分に言い聞かせるんですけども、はい、まさに先生が今言われる、ね、普段の努力なんですね。そこはね、はい、そういうふうにかの自分でやってきて感じましたね。あ、これがだから修行だったんだな。修行だったね。あ、すごいですね。もう言葉から入ったんじゃなくてですね、そういうふうになって自分で後で気づいて、うん、ああ修行だったんだな、で、それであの、まあ、その修行して、いろいろ求める、まあ、賞を求めるということ、もう一つはやっぱりあの先生最初に言ったように喧嘩に強くなることがあるんですね。若い時代ですね。で、強さというものが、はい、こうあってですね。で私があの最初にあのご紹介の時にあの先生が自信とそして謙虚さっていうのは私はその調和された姿がっていうか心が本当まあ強さと感じたっていうことを言ったんですけども、うちのですねあの、まあ、試験のレポートとかあるんですけども、はい、階層がこれ私も何級だったんですかね、初段を取る時だったんですけど、今まあ、どこにその子あのテーマが書いてあるか分かんないんですけども、はい、レポートもしくは学科試験ですね、本当の強さとは、うん、という書かれてるので述べようと、本当これは何も書いてありませんから、ね、本当の強さを述べなさいって、これは多分カエスの時代から多分君本当の強さなんだねっていうことをこれは問われたんだと思うんですね、はい、でその本当の強さをお前求めてきてるんだろうっていうことで、お前は本当に強くなったのか、で本当の強さとは何なのかっていうことを彼は問われたと思うんですね。でそれで先生が今こうやって修行されてきてあのこう先生が言う例えば、はい、強さとは本当の強さとはこうなんだよっていうのがちょっとあればあのぜひちょっとあの皆さんにちょっといや僕そこですね、今その修行しててもその本当の強さを見つけたいっていうまだ途中段階だと思うんですね。はい、その優しさだとか、うん、うん、包容力だとかいろんなものがその強さから出てくるんでしょうけども、うん、忍耐力とかですね、まあ、だから本当に人としての強さ、うん、不屈のこうなんですかね、うん、闘志というか、はい、絶対諦めないんだとかですね、うん、ああそうですね、世の中にすごい人いっぱいいるじゃないですか、うんうん、この腕が強いとかじゃなくてですね、うん、素晴らしい人って、うん、そういう人に一歩でも近づきたいなっていう、うん、決して成し遂げる強さとかですね。そうです。決して腕ではないですからね。はい、うん、ちょっと、負けてない強さというかですね。はい、うちの会社はその、なんか死んでない限り負けじゃないって、うん、いつでも復活できるんだという言い方をされてますからね。はい、うん、そうですね。うん、そこのなんか底力なんですね。復活するというか、うん、何かあってもこう復活する。いや、そういうのは本当に。憧れますね。憧れますね。それを本当に目指してますね。目指してますね。まだ本当に途中です。ね、
そうなんですよ。私も本当にその本当に先生言われるように、そう言われた時に、いや、俺本当に本当の強さって何だろうって、そのまあ、例えばその答えがあったとしては、それに到達できてるんだろうかというのが、はい、よく自分自身もちょっと問いかけたりしてるんですよ。そうですね。ですから、もっと成長したいなって、本当、日々思いますね。そうですね。でもまあ、そのなんていうか、もっと成長したいとか、もっとこういうところ伸ばしていきたいというのが、多分そこが、なんていうか、まあまあ、本当に強さにつながっていくことだと思うんですけどね、うん、はい、自信になってね、はい、あとだから10年後20年後なんて言えるかですね。自分はどう変われるかまた今も楽しみなんですけど。なるほど、はい、なるほど。先生、ちょっと突然な質問をするんですが、はい、今度は全くそのある意味関係ないか分かんないですが、私にとってちょっとすごく大事なことで、はい、若い人によくその話の中でよく出るのは今心の感じ方も含めて体の感じ方も含めてよく感性という、ね、はい、言葉が私はすごく大事なキーワードであると思うんですね、はい、感性を持って感性ということで突然本当に突然なんですけども先生そのやっぱり、空手、武道この修行の中においてこれは人生において感性すごく大事なキーワードだと思うんですね、はい、先生この感性というものを、どういうふうにこう捉えているのかなというのをちょっとすいません突然の質問で物事のこう表面にあるものじゃなくてだけではなくてですねその裏側にある本質をこう見抜けるような即位の状態その人だと思うんですけどね。なるほど。それをやっぱ磨いていかなければいけないなと思いますね。なこれ磨けるんですかね。それいやどうせ磨く結果じゃなくてやっぱり今いう過程をどん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 こうやっていくいうことになるかと思うんですけども、いやそうですね、よくちょっとね感性を磨けとかね、はい、感性を大事にしろと言われてその感性そのものじゃあ何だっていう話にもなりますしね、はい、でもちょっとその感性をすごくこう大事にしていきたいなとは思います。だただ私が今その修練の中で、感性というのは今の誘導法じゃないんですけど、はい、こう体で感じ取れるものがあるじゃないですか、はい、自分あれっていうものでそこで感性私はそこは体の中で感じ取る感性だと思ってるんで、うん、うまくいっていないものを立ち止まると、うん、それで先生がよく言われる考えていってずっと考えてでもちろん相手側にも先生側にも教わるんですけど自分で考えて考えていくとこの引っかかりを大事にするかしないかが、うん、私は感性で、はいはい、生き方で大事なことだと思うんですね、はい、人との関係もそうですから ね、 自分はちょっと引っかかりちょっと俺おかしな言い方したかなとか、うん、おかしな行動したかなと思って、はいはい、って相手に嫌な顔したかなと思ったりとかそれを感じ取れるか取れないか、うんそれを感じ取った人を無視して何かやってないかと言ってうちは少林寺拳法で10本の技で絶対上達しないのは引っかかってておかしいなと思っててもそれを無視してこう人の話も聞かず無視してやってる人は全然伸びないそうですね、はい、これはちょっと同じような感じだと思うんですね。だから人生の生き方そのものを私は修練の中でやってんじゃないかなとは思うんですけど、うん、そうですね。やはり空手もそうですけど向かい合っている時に無意識なのか意識してるのかやっぱりいろんなことを読みますよね。読むというか心をですね そこですね感じ取る感じ取るそうですね感じ取るところですね。それって先生日常ですごく大事なことですよね。大事ですよね。一番それ重要だと思います。それを武道の修行ではやってるいうことなんですね。これを無視したらいけないですね。そうですね。そっか。だから一時私も指導してる中で子供たちにその靴をちゃんと揃えなさいだとか、はい、並んだ時にすぐ横を見て膝の線を揃えなさいと。なるほど。で周りを見ていつも自分はどこにいるのか何をしているのか考えなさい。それも一つのあれですよね。周りに迷惑かけてないかとかですね。そうですね。自分だけ違うことしてないかとかですね。そうですね。本当にこうなんて幅広く見る目も養うのかということで、はい、ですよね。ですからちょっと、隣の人がうん、ずれてたら直してあげたりですね。そうですね。困ってたら助けてあげるとかいうふうにつながってくれればいいですね。
それよくその私もいろんなあ先生方に発泡目ちゃんとしてるかって日常の発泡目なんですね、はあ、全体こう見てるかどうかで、はい、一つだけじゃなくて全体見なさいというようなことをよくやっぱり教わりました、ね、ですからやっぱり先生言われるように武道空手また少林寺拳法この中にこの生き方の大切さが入ってるんですね、はい、まさに道場道の場要は人づくりの道の場が道場だということで、はい、すごく私は本当に感じておりますですね。私も若い時は本当に感じなかったんですけどまさしくあの道ってあるんだなと、そこになんか本当に導かれてるような気がしてしょうがないんですね。見えない大きな力に。そうですね。でそこで会う人会う人道で会う人が本当にご縁であってですね、あこれも偶然じゃない必然のご縁なんだなということで、すごくありがたいですね。いや本当は素晴らしいちょっと話で ありがとうございます。いえとんでもないです。それあの、まあ、大体いいこう時間になってきてですね、はい、あの私いろいろとちょっと先生またあの、武道ということであのいろんなことをお伺いできて今日はいろんな形でまた勉強してあの多分私はですね自分で言うのなんですけど先生とのこう話の中で必ず何かこうまあ引っかかりというのがこれ俺どう感じてるかっていうのは絶対出てくるんで、はい、これを今度先生お会いした時に絶対に成長して成長して私も成長してお会いしたいなと思います、はい、私も成長したいと思います、はい、それで先生最後にですね、はい、あの2点お願いしたいんですが、はい、1点はあの武道、まあ、空手少林寺拳法他の武道をまあ修行されている実際に修行しているあの皆さんに対する、はい、まああのまあ、アドバイスなのか言葉をちょっといただきたいなと思うと、はい、もう一つは先生はあの総本部での批判ということで、はい、できたら今度は、道場で幹部指導しているもちろんは指導者あるいはあの、道場で、中心になってやっている幹部、まあ、指導たちをですね、はい、ある人たちにもちょっと一言をこうまあアドバイスというのをしていただきたいなと思うので、はいはい、分かりました、はい、ぜひそれでちょっとまとめたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、どうぞ最初にあれですね、はい、メッセージというかメッセージですね、はい、メッセージですですね、はい、私も、ずっと空手をやってきまして自分ではそのまだまだ足りないと思ってます。でまだまだ成長したいと思ってます。でこれあのよく言われる言葉なんですけども継続は力なりと、これ私非常に重要だと思うんですね。私もその才能なんかあまりないんですけども本当に好きでコツ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 やってきたのでやっとここまで来れたなと思っておりますので、例えばまとまった時間がないだとか、なかなか稽古に行ける時間がないという時でもですね、まあ、5分でも10分でもいいですから、コツ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 、継続してみてください。必ず何かしらの成長が見えてくると思いますので、そうするとそれがまた楽しくなってきてですね、次のステップへとつながると思いますので、ぜひ皆さん継続は力なり、うん、実践してみてください。はい、はい、でもう一つ、もう一つ、指導者に対して、はい、はい、はい、これもあの私が心掛けてることなんですけども、なんですかね、若い時は私もこう自分の空手感だとかそういうものをパッと前に出して、まあ、指導してたんですけども、まあ、それ今はですね、みんながそれぞれ楽しめるそれぞれの目標を持って、来られていると思いますので、まずは楽しめる、で好きになる、そうすると自然に、その人たちもどん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 自然に成長していくと思うんですね。そこにまた、お手伝いすることによってお互いにこう成長できていくと、そうするとまた道場の雰囲気も良くなりますし、その道場の周りの社会も良くなっていくと思いますので、長い気持ちで持って子供たち、まあ、大人ちゃんもそうですけど接してもらって、この武道の素晴らしさを一人でも多くの人に、伝え広めていきたいと私も思っておりますので、よろしくお願いします。先生どうも、大丈夫ですか、すいません、ありがとうございます。最後うまくいけなかったですよ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございました。今日すいません、あの素晴らしいまとめていただいて、大丈夫ですか、先生またよろしくお願いします。今日ありがとうございました、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、さあ。